この機を逃すな。続け。この機を逃すな。続け。行きますわよ。みんな、続いて。
描いて。道よ、はじけて。ここで立ち止まるわけにはいかない。これからも頑張ります。あら、私ですか。うん、いい感じ。しかもコンフィネボルネは山脈から遠い。ここまで入り込むのは相当難しいと思うのだが、しかもこんな少数で。どっかの戦線が崩れたとかじゃないよな。今のところそんな話は聞かないけど、ガリオス、近くに似たような気配はある？いや、もう感じない。ミーメルか。うん、いないよ。では、町に戻って情報を集めよう。ここにいては何もわからない。ルーエトラークでわからなくても別の町に行けばいいだろう。ま、こっちの旅自体は順調だしな。あとはなんだっけ。ミーティア鉱石と水の片鱗だ。トリマー遺跡とラクリマの壺だな。両方聞いたことのない名前ですね。トリマー遺跡でしたら心当たりが。しかしもう一つは見当もつきませんわ。アーシエから北にあるエルフの住む森、そこを越えた先にある渓谷、行けばわかると言われた。あ、それ知ってる。ラルムホル渓谷のことだ。その一番奥の滝壺の一般的じゃない方の名前。一般的じゃない。もともとレムロリアン独自の呼び方らしいよ。なるほど。じゃあラルムホル渓谷に行けばいいってことか。それだとちょっと大きな問題が一つあるね。なんだ。水の片鱗でしょ。
多分僕たちじゃ取れないよ。それはどういうことなの？そのまんまの意味。ただ言っただけじゃ取れないし、見つけられもしないんじゃないかな。水の片鱗って採取方法が独特で、それはレムロリアンしか知らないんだよ。まずレムロリアンを探す必要があるのか。僕の故郷にリュレントのジジ様がいるんだけど、レムロリアンを紹介してもらえるよう頼んでみようか。そんなことができるのか。リュレントとレムロリアンは親交が深いからね。ま、あとは僕がいっぱいご馳走になってるお礼も兼ねて。ああ、そりゃありがたいね。ついでに我が隊のエンゲル係数を減らしてくれれば、本当、いいことないんだけど。いや、なんでも。では、お願いしたい。君の故郷はここから遠いのか？ネーベルモルー、エルフの住む森。ここから、近いとは言わない。じゃ、お嬢様の気が変わらないうちに行こうぜ。おっと、サヤネさんを町まで送るのが先だな。レールコピアでしたか。